で、これを上流に登っていくと、ここに、モロベプラっていう、高知にモロベプラっていうんだよ。モロベプラ。があるんですね。だから、水石だと思うんですよ。これで、長洲根彦を連れて、先にこっちに取ったという話になっている。あとあと調べてきたらいっぱい出てくるんですけどね。多分私はそれで合ってるんじゃないかと思っています。ありがとうございます。はい。